ラマン銀河エスを見ていたブースカとペガの前にアンドロイド10が現れた。どうなる？おいしい。食べた。なぜ逃げる？当たり前でしょ。追い詰めて僕たちにもパンチやキックをしてくるんでしょ。私はあの時の私とは違う。そんなこと言っても信じられないよ。その証拠にこれをよく見ろ。あれ、ちょっと変わっているような。名前も今はワンゼロではなくマナと呼ばれている。どうやら今はいい人らしいよ。そりゃよかった。この音は何だ？続きの上映開始になる合図です。それはちょうどいい。これが見たかった。じゃあ僕たちも見よっか。そうだね。近くに星小隊ビクトリウムが出現しました。直ちに警戒態勢に入る。あ、待ってください。これは、さあ出てきなさい、出てきなさい。くれましたね。ほうほう、やはり実に興味深いビクトリウムです。頼みました。サラ様、ビクトリウムを狙っている者が誰なのか分かりました。一体誰なのです？エクセラーという名のチブル星人です。なぜビクトリウムを？どうやら何かに転用しているようです。ビクトリウムを月の裏側にある基地に転送していました。月の裏側。あの怪獣の背中にあるビクトリウムですが、波動スペクトルを解析したところ、通常のビクトリウムの何十倍もの高次元エネルギーを検知しました。じゃああいつの狙いはそのエネルギーか。早く止めないとな。ポンガ君、何か対策は？過去に出現しているゲートを解析した結果、ビクトリウム内の磁力を活性化させた強力なマグネウェーブを利用して引き上げていることが判明しました。それで？ゲートが放出している力と同様のマグネウェーブを照射すれば、理論上強い力が反発し合って妨害できるはずです。じゃあそれで決まりだな。ええ。ですが。なんだよ。レーダー塔のアンテナを利用すればマグネウェーブの照射は可能ですが、プログラムの書き換え作業、アンテナ出力時のマグネウェーブの変換効率の最終調整、さらにコネクトケーブルの変更が必要です。分かった。整備部には至急作業に当たらせる。お願いします。アリさん、モーキは整備部に合流して補助を頼む。誰？ヒカルは私と一緒に最終調整に同行してくれ。ガレン！もう後はないさ。分かっているな。
これから我々が指揮を取ります。わかりました。ここは立ち入り禁止です。お願いします。侵入者です。警戒してください。侵入者です。警戒してください。この時今度は侵入者かよ。はい、侵入者の中にレプトン爆弾の粒子反応をキャッチしました。何、爆弾で基地をぶっ壊すつもりか。これが基地内部で爆発したら推定半径3キロは灰になります。そんな、レプトン爆弾反応のデータをこっちに送って。わかりました。ずいな、人手不足もいいとこだ。爆弾は私が追うわ。頼んだぞ。止まれ。はっ、うん、地球侵略を企むウルトラ怪獣、悪の力が解き放たれ、今地球に魔の手が忍び寄る。ウルトラ怪獣地球襲来、クジガシャポンで立ち向かえ。地球を守る新兵器暴れんボール、怪獣やウルトラヒーローの力が詰まったメダルでパワーを注入。発進、倒す、倒せ、暴れ倒せ。ボスを撃破してエアメダルをゲット。クジガシャポンウルトラマン暴れんボール、2019年4月到来。最新情報は公式サイトをチェック。ウルトラマンルーブ、お色に染め上げろ。ルーブクリスタルをセット、レバーを引いて変身だ。デラックスルームジャイロ、マコトクリスタルも。最強の武器ルーブコイン、高め究極の力極みクリスタルと連動、2つの最強技を解き放て。デラックスルーブコイン、究極の力が今ここに。極みクリスタルルーブジャイロにセットして変身だ。ルーブルーブ、さらにルーブコインと連動、2つの必殺技を繰り出せ。デラックス極みクリスタル。セパード、ウルトライブゴー、ウドWhere?
し上げるぜ、せーの、隊長接続完了しました。こっちも今最終調整を終えたところだ。エネルギー充填 120%。 マグネウェブ照射。何？まずい。バンダイナムコ。カツニ、俺たちの活躍がブルーレイで見られるらしいぜ。イサミ、それに豪華特典もついてくるらしいぞ。これは手に入れるっきゃないな、カツニ。ウルトラマンルーブブルーレイ好評発売中。お礼色に染め上げろ、ルーブ。ウルトラマンライブ、ピースオブジアーツ。歌とバトルの白熱のステージ。最新最強ヒーローをみんなで応援しよう。ウルトラマンライブで検索。俺の師匠ウルトラマンレオがブルーレイになって登場だ。さすが師匠、すげえ特訓だぜ。ウルトラマンレオブルーレイボックス好評発売中。待ちなさい、それを渡して。私の任務だから。何これ、ちょっと待った、アリサさん、そのまま動かないでください。このまま、はい。爆弾を解除なんてできるの？僕にはこれがありますから。
いつも思ってたんだけど、何なのそれ。大切な友達との絆です。本当にご苦労様でした、ムッシュボルスト。おかげで今必要とするエネルギーは十分に溜まりました。レディース&ジェントルメン、いよいよ私の出番です。この力にひれ伏すがいい。
イル、ゴルダン、ガンキー、メルバ、レイキュー、スーパーゴッカ小学隊。大丈夫なの？この後どうなるの？ワンゼロの頃の自分を私が説明するのか。あんなところでビリビリになって壊れちゃったままなんて気になるよ。ねえ教えて、この後どうなるの？今こうして私はここにいる、だから無事に決まっている。でも気になるよ。ねえブースカ、何やってんの？ブースカは心配じゃないの？だってこの後の続きを見ればすぐわかることだよ。ねえ。そんなノリも OK なの？今はいい人になっているからそれで人間らしくなってきてるとか？それは自分でもまだよく理解していない。あれ？またすごく固くなっちゃったな。それと銀河とビクトリーもやられたまんまなんだけど、どうなっちゃうの？だからそれは続きを見ればいいでしょ。あ、そっか。よし、じゃあ続きを見よっか。ねえ、どうしてさっきからちょっと息統合しちゃってるの？細かいことは気にしない気にしない。ねえ、倒れたウルトラマン銀河とウルトラマンビクトリー、ワンゼロは復活を遂げるのか、そして今は人間らしくなってきているのか。続く。ウルトラマンの主題歌を収録したヒットソングヒストリー最新作が登場。ここでしか見れないドラマパートも収録されるぜ。ウルトラマンヒットソングヒストリーニュージェネレーション編好評発売中。君もお家で一緒に歌おうぜ。ウルトラマンフュージョンホワイト
青で染め上げろ。行くぞ、イサミ。オッケー、締めるぜ、俺たちの必殺技。ウルトラマン、フュージョンファイト、ブームの絆。姉ちゃん、次回のお話は？5体の怪獣が合体したファイブキングが大暴れ。銀河、ビクトリー、もう一度立ち上がって。次回、ウルトラマンニュージェネレーションクロニクル、決戦、朝焼けの死闘。バラサ